ゴード一発始めます。今日はバンフォーレチャンネルで、この後すぐ群馬との試合があります。なんか来るまでに疲れちゃったんだけど、なんでかっていうと甲府駅からイオンモールのバス乗って、まあ本当はレンタサイクル借りたかったの、1000円払って。そしたら全部のホテル貸し出し中で、チャリがアシスト自転車が、それでムカついちゃって、イオンモール行ってみたんだよ、バス乗って。でそっから頑張って、2駅ぐらいなんかチンチン電車見延線乗ったんだけど、小窪で降りちゃって、多分南甲府とかまで行ったら分かったな。いやー8キロぐらいかな、コセまで歩いちゃったんね、多分1時間半ぐらい。マジで無駄にウォーキング。いやだけどね、今日の試合はね、もうまさしくね、機動力勝負だと思うんでね、まあどれだけ走ったか、決定機は数多く生まれると思う。うちね、先週ね負けちゃったけど、だけど去年4連勝2回やってんだよね。そうなのみたいな。だからまた今日から5連勝やったことないやつみたいな、それやっちゃっていいんじゃないのみたいな。いやー疲れたね、やばいね。だから今日のスタメンから、俺さっきね発表しようと思ってたんだけど、できなくて見ちゃいました。そしたら先発が木場川田で、右が須貝だね。やばいね、どんだけ体力あんだよ。何試合先発で出てる、3バックになってから。で真ん中2期で、左がノリック、まあ、ここの3バック硬いね、やばいね。そしてボランチが石川と山田か、石川か。石川ね、まあ今日そうだね、中盤で相手のボールを奪うって部分に関してはパスコースをカットする、山田は対人でぶつかって取るんだけど、石川は読みで取る感じだから、まあいいんじゃないかな。中盤でそのパスがね、相手の成功率を落とすようなインターセプトができれば、かなりいいんじゃないかなっていう、両サイド取ったら両サイド、右が関口、走れんな関口。やっぱり自分たちのね、まあ尾身からすれば年齢半分、やるよそりゃ、やるって。右の関口やばいね。いや今日やるんじゃない。ちょっとねクロスとかの精度があんまり高くなくて、ちょっと不甲斐ないって思ってると思うんだよね。ミドルとかもあったけどちょっとふかしちゃったりとか、それ練習で、多分彼はね本当真面目な選手だから修正してきてると思うんだよね。そこら辺はシュート練習居残りやるタイプ、で左は荒木と思いきや岩名なんですよ。まあここ最近その勝負強さ、対人いいね、いいもの持ってるなっていう。そうだな、だけど先週ちょっと裏を取られた後のディフェンスの仕方がちょっとね、俺ちょっとねえんじゃねえかなっていうのが一本あったんで、まあ今日は、まあ、そこ修正して、いやあのディフェンスの仕方はちょっとないなっていうのが先週あったんで、そこだけは修正してほしいですね。まあだけどなんつうんだろうな、荒木ってさボールキープ優先というか、ちょっとまだまだみたいな、じっくりじっくりみたいな、感じが強いな。昔ほど縦勝負っていうのがあんまりなくなった。左の精度持ってるから、もうディフェンダーがここら辺にいても左足でこっちだあっちだニアだフォアだって蹴り分けられるから、バックスピンとか。だからその分縦の勝負がちょっとなくなってて、まあイワナは逆に、まあアーリーもすごい精度高いんだけど、タッチライン、ゴールラインまで行ってのクロス、やっぱそれが一番得点になりやすいから。リラ調子いいからさ、頭でツタン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 行くよ、でと思いきや、やっぱそのインナーラインっていうかさ、中走ってくる関口だよね、ここに合わせてボン。関口はやっぱアウトサイドシュートマジうまい。この J2 の中でもアウトサイドシュートはトップじゃないの？
足首が柔らかくないとあんなできないからね。今日は行くよ、今日は俺行くよ、踊り一発行くよ、うん、なんで、で右の取り替え、やっぱり取り替えはいいんだよね。吉田達磨からの期待もあるんだよ。俺はなんか久里にしか見えないんだよね、佐藤久里にしか。だけど違うんだよね、そんなゴールゲッターではないみたいな。その久里よりも中盤で持った時のパスだとかターンとかは久里とは違うわ、うん、もっと上、うん、やっぱその得点感覚、嗅覚、ゴールを決めるって部分に関してはやっぱり久里さんすごいけどさ、なんか取り替えはまた違うところで、まあやってくれるな。ちょっとね、やっぱ先週の試合がやっぱりみんな多分超ムカついてると思うんだよね。4連勝かなりいい気持ちできて、今年最高の気持ちできて、それでまあ格下っていうか順位が下のチームに負けちゃったっていうのはめちゃめちゃ悔しいと思うんだよね。だからここ立て直す意味でも、本来だったら群馬もうちょっと下なんじゃないかなっていう。だから良くて今ちょっと悪くてみたいな、うん、だけど先週ちょっと横浜と首位とね3対3の打ち合いをまあドローに終わったんだけど、やったりとか、あやれるねみたいな状態だと思うんだけど、やっぱりここで、うん、J2 のちょっと今年で5年目6年目だけどさ、そこでのやっぱずっと上位でいる甲府の力のもう格の見せ所じゃねえかなって思う。運動量は両サイドの運動量に関してはもう半端ないよ。そしてツーシャドウの運動量も半端ねえよ、うん、でリラも調子いいし、でそうだな、もう前半でリラ交代でもいいぐらい、うん、もうそれがタスクだよね。点取らないんだったら前半45分も出してあげるけど、点取らないんだったら交代だよ。うちにはパライバとサンペイ行くからね、なるか今そういう状況だけど、今リラは調子がいい、だからもう調子がいい状態で点取れないんだったら使えないよっていう話だから、まあ今日はね前半でやってくれるんじゃないかな、うん、でやっぱり前半でねリラが点取れると後半マジで動かしやすい、うん、トップを変えるだけじゃなくてシャドウを変えてみたいな、うん、いきなりパライバーとかサンペーとかじゃなくて、まずはここの関口と取り替えのあたりを余裕持った状態で後半迎えられたら変えられるから、まあ、こっちもさ総力戦じゃん、もうこの5連戦。そしたら順番も調子いいしさ、うん、やばいじゃんみたいな。で飯島来ましたみたいな、うん、飯島来たみたいになってる、うん、でなおかつまあ荒木も控えてるし、林田リンダもいるしさ、でディフェンダーいないから、もう点はもしかしたら1点2点取られるかもしんないよって。だけどうちのチームはヴァンフォーレは今3点4点取れますよねっていう、そういう話だから。あのね、先週その3対3や、先週っていうか、うん、中3日ぐらいでね、横浜と3対3相当辛かったと思うよ。体力ね超疲弊してると思う、うん、そこをねなんとかヴァンフォーレがもう総力で、うん、技術もさ、ヴァンフォーレの選手みんな高いから止めて蹴るめちゃめちゃうまいから、うん、だからもう本当に、まあ、関口は流れの中で止めて蹴るってよりも、うーん、裏に抜けてワンタッチ目ですごいいいとこ置いてセンタリング、うん、それ超求めてるから。今日そうだね、関口のクロスから長谷川来ちゃうんじゃない、もうそろそろいいでしょ。ちょっとここら辺でボコスカ行って得点を狙えるぐらいの位置まで行っちゃっていいんじゃないの。そんぐらい元木やばいぜ、うん、まあ、そんな感じでちょっと今日ブチ決まってこようかなと思ってます。ヴァンフォーレ甲府、そうだね、元木の1点、もう一発なんかチャンスっていうかラッキーあって PK あって、それでそれ誰が蹴るんだろうね、リラだと思うな、うん、もしも PK になったら前半に、うん、で前半 2-0 折り返して、うん、
後半変わった順馬とかが殿下のミドル斜め45度左サイドあれやっちゃってみたいな、うん、あると思う。 3-0 いっちゃうっしょ。そんな感じで5度一発、今日は、群馬と、話をしました。前にもね、以前にもバンフォーレの話はしててかなりレベル高めなこと言ってるんで、まあ調子いい人はまあ全部見てみてください。まあそんな感じで、よし勝つぞ、勝ち点3ポイント。